皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。今日はリーゼロから始める異世界生活の2期の10話でございます。全部で35話ですかね。はい。ではでは入っていきましょう。前回では嫉妬の魔女がいたり。スタート。そうだそうだ。こいつや。彼はやっぱりさ、死に戻りの話をしたからダメだったのかな。それとも、エミリア？おい、みんな飲まれてしまったんか。エミリアはどうなったのか。助かったな。こういう時にも俺様と呼ばわりすんだ。自分のことも。あいつがエミリアじゃなくて、おいロリーババアのやつらじゃねえか。なんでこんな奴らがいるわけ？戦うでしょ？こいつら一人一人戦闘能力ってあるやつなんだかな。Oh my god. What? きたーけどね。わー、きたー。愛してる攻撃。ガルチュー！うわ、危ない。ああ、殺される。嫉妬の魔女はそんなもんや。でもこいつら、あ、自爆操作。芸術は爆発だみたいな。でも結構効いてるんじゃねえか。ああ、ダメやった。ああ、ガルチュー死んだ。しかも死に方むっご。なん、スバル君、これエミラの声やで。いや、こいつエミリアだからでしょ。あー、怒られちゃう。でもあれエミリアの声やで。顔もエミリアだし。愛してるから愛してになった。いやー、ペテルギウスの愛だ愛だ愛だみたいなのこと もっと理解しちゃうよね。飲み込まれた。ハンカチなくなってんだもんね。渡したいもんね。だからもらったのか。あ、何？何このひらめき。なんか持ってる。え、自分を刺した？え、what？ こうやって刺せるの？こういう状況で。あ、自殺を許さなかった。殺してほしくなかったよね。死んでほしくなかったよね、エミリア。え、エミリアが覚醒したら嫉妬の魔女になるのか。
愛してる。あれ？でも今回はエミリアいないじゃん。戻ってくれた。あ、いる。エミリアは何だろうな。エミリアってさ、自分の過去を振り返らないといけないじゃん、この試練って。自分の過去が嫉妬の魔女で、それに眠らされているからとか。いやでも同じハーフエルプって話もあるからね。同じ人じゃないかもしれないよ、まだ。可能性は大きいと思うんだけど。怖っ。あー、当分壊れてるかな。愛してる言わんといて、愛して言わんといて。今ちょっとそれが難しいタイミングだ。大丈夫、大丈夫よ、スバル。私がここにいるから。優しいね。優しいな、エミリア。分かってあげるんだね。助けるはずのエミリア様にご迷惑をかけて、何のために生きてるの？せっかく助けに来てくれたのに、不安で泣き出しちゃったのはすごく残念だけど。エミリアたん、また泣くよ俺。でも、かわいい。私はスバルに助けられてばっかりで、だからこんな風にスバルが弱いところ見せてくれて、ほっとした部分もあるの。嬉しいね。よかったね。今回は弱気。エミリアたんにそういうとこは見せたくないんだけどな。どうして？エミリアたんにはいつでもカッコつけてる俺を見ててほしいからだよ。俺が本当は弱くて情けなくてどうしようもないやつだなんて忘れててほしいんだ。もうちょっと弱いところを見せたくらいで、私はスバルのこと嫌いになったりしません。その意地っ張りも大泣きした後じゃ説得力がないわね。いちいち姉様をそうやって水を差す。まあまあ、ラムさんの態度は心配の裏返しですよ。ああ、おっと怖いぞ、ラムのこと言ったら。ヤッホーガルチュー。一時はどうなるかと思ったが、無事に戻って安心したぜ。うまかい。クロンの実は風で落ちないってのもバカにはできねえな。全然何言ってるかわからん。いつもこいつパターンが違うんだもんね。エミリアは試練に心を折られず、ガーフィールも中立の対応。折られず。これまでで一番マシな状況でのスタートだ。あとはこの状況で俺が何を試せて何を持ち帰るか話したんだね。俺も試練やったって。ラム、ちょっと話があるんだけど。いやらしい。いやらしい、どういうことや。第一、そんな目でお前を見たことねえよ。そうね、もっとあやふやな視線だもん。ラムに何を頼みたかったの？ガーフィールのことだ。この後俺が暗躍するのに、あいつの邪魔が入る可能性が高くてな。暗躍する？お前にあいつを足止めしてほしい。一体今回は何をするのかな。仕方ないね。仕方ないわね。悪いな、助かる。貸しは10個でいいわ。おい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 。いやー、ラムっていつも過言するね。とはいえ、ああ、そういうわけ？ちょっと待って、それ入ってる時の犠牲。はあ、なるほど。その中であなたはこれを見つけた。これってもしかしたら自分牢獄された場所じゃねえか？このアジト。ああ。魔法スイッチ起動だ。でも左にも右にもいるのかな。いや、一個でいいわ。なんじゃこりゃ。人が入ってる。これはロリババアの本体か。
見られてしまった彼にはしゃあないな。半日じゃねえけどな。記憶のおかげさ。嫉妬の魔女に飲まれた誰か、ここを知ってた誰かの記憶。何言ってんだか。昼間の転移で俺を案内してくれた子か。おそらく違うじゃろうな。この娘はここの見張りに立たされた一体じゃ。ほう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 。話が聞きたい。できればその後の協力もお願いしたいけど。スーボーの言葉には逆らえ。強欲の下の言葉には強欲の下の言葉。リューズメイエルの複製体であるわしらに課せられた強欲。待って、やけに懐かれた強欲の失去。ですよね。そう、ここはかの魔女が作り上げた土地。かの魔女の描いた夢を叶える実験場じゃよ。実験場。実験してたんだ。こうしてスーボーの前におるじゃろ。あんたのことか。あんたは実験台なんだ。わしとそっくりの娘が閉じ込められておったろ。一人の体を入れて、最初のリューズメイエル。コピーを作って転移するってわけ。俺は別にどうでもいいんだけど、うん。そんなことないって言いたい気持ちはある。あるけど。わかんないよね。無意識でどうなってるのか。それであなたは、うん。オドってなんだよ。その核がマナをまとって実体化したのがこの体というわけじゃな。それって命を作るってことそのものじゃねえか。エキドナがそんなことできるって話やろ。何のためにそんな実験をしてたんだ。いやもう中身を注ぐために決まっておる。おう、中になんか素晴らしいものが入ってるのか。記憶、知識、すなわち魂。魂の作成か。肉体に彼女自身を注いで満たす。体が朽ちかけるたびに新しく器を作って魂を引き継ぎ続ければ、それはつまり不死身を作るってことだよね。おお、それでロリババアになったんだね。やけに俺に慣れ慣れしかったのは、俺の死に戻りもある意味不老不死。じゃあ二人とも不老不死？うん？まあ似てるけどちょっと違うよね。不老はどこどうかわからないからな。死に戻りは。いや、やってみなきゃ分かんないことがあるんですよ。勝手に増えるんや。なるほどね。でもそのお茶をうまい。うん。じゃあ素晴らしいロリババアじゃないですか。自分で記憶作ったでしょう。Okay、まああなたは楽しんで生きてるんだね。それ俺のことじゃないよね。俺たちのことか。え？嘘やろ。例えば魔女の髪や爪など体の一部。お前飲んだしね、お茶。まさかドナちゃん。
どんな茶巧妙に偽装した体液を2回飲まされてて魔女の一部を取り込んだか冗談でも何でもなくそれじゃろうなそれみたいですねまあまあまあそれであなたは使いになったってわけなんですねあいつもできるのか。よくわかっとるじゃないですか。たった半日で。俺が強欲の使徒ってことは、ガーフィールには黙っておいてくれ。俺たちが通じていることも。身内と魔男に関係があると知れば、ガーボーも黙っておらんじゃろうからな。え？え？待って。ちょっと待って。けど、ひとまずオーケーだ。この先も協力してもらうことがあると思うけど。恋人？そんなこと書かれてた？言われてた？抱き枕？もうわけわかんなくなってきた。はい。なんでロリ使うの？もうちょっとなんか。年のいい女使いや。リューズ。リューズと名乗ることは植え付けられた役割じゃ。ゆえにわしらの個性は別の場所に見出すしかない。なるほど。趣味思考、それに名前。だから名字が違うんや。あ、下名前か。あいつがいないとき？明日以降まで生きるかどうかっていうのは難しい。食われてしまうよね。うさぎちゃんに。スバル、こんなところで何してるの？そんなはちゃめちゃに驚かれると。はちゃめちゃ。初めて聞こえた。初めて聞いた。うん。心配して損しちゃった。心配されるようなことしてないから大丈夫だよ。ちょっと魔女っぽくない？それとも可愛いと思ってるわけ？どちらにせよ。まるで妖精さんみたいだね。エミリアタ。まあ、ハーフエルフだもんね。そんな風に人のこと悪く言って、悪いのか？妖精ダメなのか？なるほどね。初めてこうやって会うんだね。でもずっと寝れなかったんだ。そうじゃないの。うん、やっぱりそうかも。でもはっきりとは自分でも分かってなくて、それが見つけたくて歩き回ってたかな。本当はここにパックがいてくれたら。パックずっと留守してるよね。ずっと留守してるから赤いよね。すいません、代打で。エミリアは立派だよ。本当は逃げたいって思っていいはずなんだ。そこにくじけず立ち向かえるのを俺は尊敬してる。急にどうしたの？いきなりそんなの。急なんかじゃないよ。本当はいつも思ってるんだけど、それをやっと言えただけ。スバル。なんかよくまだ理解できないんだけど、この結晶、このエミリアも持ってる、こいつも持ってたこのネックレス、これエキドラのもので間違いないよね。すごーく、あのすごーくっていうのは俺どうもうさんくさいなっていつも思うわけ。いや、もううるさいでしょ。みんな寝てるぞ。
はーい。心配してくれる人に対する返事ですかね。おっとちゃんかわいい。お前の突っ込みが原因で村の人たちが暴発したらやりきれねえ。あの、僕は冗談で言ってるわけでは。分かってる、分かってるから。だからお前には言えねえよ。わお、言えないんだよね。一人で行く。でもおっとちゃんはかわいい助っ人やで。あいつのこと大切にしてや。ロズワール邸に戻る。ラムやロズワール、村人たち誰にも内緒の野暮用だ。だから何も心配はいらない。用が済んだらすぐに戻る。彼が勝手に一人で帰っちゃったらさ。こういうのは理屈じゃねえからな。だね。レッター手紙を書くなんてね。でも。やり直しじゃなかったらどうするのかっていうか見られたんだよね、ユースに。それしゃあないよね。門番は多いもん。目的はロズワール邸の攻略。屋敷で何が起きているかを見極める。それを知らなきゃ対処法もクソもない。事情さえ分かれば駅の何だって頼れる。何度でも試す。それが俺だけの価値なんだから。そうだね。何でも何でも死んで。あー、ガーフィールド。あなたさ、めっちゃ分かってんじゃん。違うって、あー、今回は魔女くせえって。花使えるときは違うの？それとも日によって変わんの？本当に態度変わるよね、いつも。でもなんか真相分かってしまいそうやな。俺より分かってると思うんだけど、要は昨日のこと聞くのダメ？様に、お前はどうでもいいんだけどね。みんなのために頑張ることは間違いないよね。暴くんかい。助けてんだよ。それ間違いない。まあ、つれえ思いなら知ってるよね。誰よりも知ってるはず。つらい思いなら一番知ってるよね。ガーフィールドは呆れた顔しておる。まあ言ってることは、地獄を知ってるのは俺だけでいい。そのために俺がいるんだ。俺はみんなの地獄を代わりに知ってあげるのだって言ってるよね。結構言って悪いが、お前だから任せるんだ。まあ殺し文句ですこと。
スバル様はメイド心をくすぐるのがお上手ですわね。私もそう思います。お守りありがとな。助かった。多分ペトラの意図とはちょっと違った形だけど。本当に？これを使って自殺したって話なの？ああ、命拾いみたいな。正確じゃないけど、そんな感じに助かった。よかった。じゃあそのお礼にデート一回。いいんだけど、あの女が出てくるのそろそろだよね。それじゃあ私準備してきます。音楽変わるシーンを待っている。またって言ってるよね。今回もボツだと分かってるから。レムとペトラ、それにパトラッシュとお前自身のこと。てかベアトリスマジあってこい。俺もできるだけ早く合流するから。ベアトリス様を交え、合流できるのを心待ちにしておりますわ。ベアトリス様一刻も早く話しに行かないとわかんよな。やっと来たのかしら。ここに来た理由。前とは違うのを持ってきたつもりだ。好きにすればいいのよ。やっぱつながってんだよね。皮肉な話かしら。長い長い契約の終わり、終わりの終わりを終わらせて、ペティは今度こそ解放されるのよ。もっともその相手がお前になるのはペティにとっても皮肉すぎる結末かしら。ちょっと意味がわからないんだけど。おい、そこで終わんのかい。今回のエピソードって27分間ぐらいずーっとアニメだよね。やばいな、このアニメってほんまに尺めっちゃ取るよね。 ED、OP いらねえ、なんだコマーシャルもいらねえんだよ。とりあえずリーゼロだけ再生するみたいな、そんな許されんだ。やばいな。うん、それはとして、ベアトリスとのなんだその秘密真実についてすごい興味があるよね。これからどうなるのか。ベアトリス、あんたって何者なんだ。そこら辺すごい楽しみです。皆様ご視聴ありがとうございました。そして今後もぜひご覧いただければと思っておりますので、 Until next time, goodbye. おおきに。